どうも、今日はですね、今ニューカイロの中で一番こうホットなスポット、このディストリクト5というエリアに来てるんですが、まあ、このエリアはどういうところかというと、まあ、いろんな飲食店だったりとかアパレルのお店だったりとか、あとオフィス、あとは展示スペースだね、はい、東京ビッグサイトみたいな感じで、この、まあ、複合施設という言い方をした方がいいのかな。特に今ここにはですね、なんかその若いエジプト人のアパレル企業家が集まってる。まだお金がないで、アパレルブランド立ち上げたばかりで、今後お店をブランドをどんどん展開していきたいみたいな、いわゆるアパレルのベンチャーが集まってるエリアがこちらになってくるんですけど、結構やっぱり若いエジプト人の子たちが起業してやってるっていうこともあって、おしゃれなんだよね、うん、ものすごいおしゃれな服がたくさんあるので、まあ、それをですねちょっとご紹介しがてら動画を回していきたいなと思いますので、ちょっと行ってみましょう。なんか一人一つずつこういうブースがあるみたいな、ね、あ、そうそう、もうこれで一個のブランドっていう形で自分たちが作った服がここで売られているっていう形だね。結構こうアフリカのこうブランドだとこういう派手ななんかガチャガチャしたやつが多かったりするし、そう、なんかちょっとわからないけど、こういうちょっとワンピース系の服でいろんな鮮やかな色のものが結構売られてるんだよ、エジプトで。で、着てる人も多いから、結構エジプト人たちの女性の間ではこういったワンピースの華やかな感じが好きなのかなって印象あるね。あのリゾート地に行くと結構着てますね。あ、着てるね、着てる着てる。なんかやっぱ映えますよね、海にも映えるし、うん、やっぱ砂漠多いので。そうだね、茶色いところでも派手な、私たちも着てみますか。なんかいや、いや似合わない。多分ね、女性の服が多いのかな。そうですね、そうです。あ、まあ人がすごいね、やっぱエジプトってイスラムっていうイメージがあるから肌が見えない感じのファッションかなっていうイメージじゃん。だけど実際は、まあ、確かに年配の方はそういう人多いけど、若い子はそうではないよね。で、うちでさ、あのマーケティング、今エジプトベースって TikTok やってて、若い女の子3人で回してるんだけど、その中の1人はハロニピアスだからね。あ、確かに。とか、へそ出しでとか、ここにも映ってればいるけど、で、まさになんかエジプトっぽくない感じじゃん。でもあれが今のエジプトの若い女の子たちだから。気があっていいですね。そう、なんかもう本当に多分エジプトの若い女の子たちがみんなここにも集まってるみたいな、そんな今エリアだね。だからもうファッションが大好きな子たちで、ファッションで起業したい、ファッションでお金を稼ぎたいみたいな子たちがまあ集結してるエリアだね。比べちゃうところが間違ってるけど、ハーハディーリってお土産屋さん通り、あそこもまあ人で賑わってるじゃん。まあ、さっきという意味では一緒かも。同じでしょ。でもあそこのにいる人の層とここにいる人の層がやっぱちょっと違うじゃん。ここはもうお店の人も含めておしゃれさんたちが集結してるっていう感じだから。いや、でもなんかこういったのも経済成長してきてるっていう証拠でもあるとは思うんだよね。だって貧しい国って例外なくファッションにお金使わないじゃん。だって今日生きていくために必死なわけで、今日生きていくためのご飯のお金の方が優先なわけじゃん。で、ある程度余裕がないとおしゃれにお金は使えないわけじゃん。で、このおしゃれな場所に人がたくさん集まってきていて、そこで起業する人たちがたくさんいて、そこにお金を使う人もたくさんいるということは、それだけこの国が成長してきているという証でもあるから、そういったのはすごく見てて嬉しくは思うし、今後も多分こういったマーケットはどん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 拡大はしていく。まあそういったのをですね、今後もこのチャンネルでお伝えできたらいいなというふうには思ってますので、引き続き、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。